映せないですか。僕がぶっ倒れてるシーンが見れますよ。なんでこれちょっとあの動画見てる方はちょっとこう大体今試合スタートしましたっていうのは僕ちょっと伝えていくんで、そこをこう見ながら見ていただけるといいかなと思うんですけど、どうですかリングに立った時のメインウェザーさん選手どうでしたか。めっちゃでけえと思いました。あ、この時緊張しました。めっちゃ緊張しましたよ。あ、やべえみたいな。珍しいですね。でも天使さん緊張されるって。やばいっすよ。この時はどういう、今ちょっと戦う前のこの時の心境はもう、いやもう日本中が注目してくれてんだろうなっていうのがありましたけど、はい、それはまあまあ、その、この時は思わないですよ。もう俺はやるしかないと。なるほど。もう本当、死んでもいいと思いましたよ。もうやるしかないでしょ、みたいな。いやもう日本中が注目した試合ですからね。でも前半、こうやっぱ笑顔がなんか目立った感じしますよね。すげえ、その、なんだろう。まあまあ、差もめっちゃありますから、感じもあるし。全然余裕な感じで来ましたね。そうですよね。最初なんかそういう、笑顔がすごい多い感じは、年齢も多分10個以上15個以上違いますよね。と思いますね。そうですよね。あ、ここで見合うわけですね。これなんかこう喋りかけられたりみたいなのがあったの。いや、なんもないです。で最初の第一ラウンドは一応ちょっと様子を見に行く作戦の第一ラウンドですね。さあスタート。さあスタートしました。この時天心君的にはどういう心境でした。いやもうだからでかいし、はい、ちょっとなんか当てようと思ったんです最初。はいはいはい。そうでフェイントかけたんですけど、はい、フェイントに全部反応してきたからやべえと思って。なるほど。もうちょっと無理だと思って。あ、ここでそういう、いやこのラウンドはとりあえずもう当たんないから、はい、動いて動きまくろうと思って。はあ。で思って思ったんですけど、はい、そしたらストレート打ってきたんで、はい、これなら避けられると思ってバーって今当て、ああ今当たりましたね。はい、こっからですよ。こっからも表情もガードも全部変わって、あ、本気になったっす。もうガードも変わったんですね。これもう圧も変わりました。もうやべえと思って。へえ。そう、あ、ここもう、そしたらもう耳の裏あたり打たれて。これ耳の裏なんですか。耳の裏あたりですね。ですげえもう重くて、はい、うわーみたいな。結構足に来てそうな感じですよね。これそうですね、押された感じです。はあ。でも立てたんで、はい、もう俺行こうと思って。はい、この時全然まだまだ行ってやろうっていう気持ち。行ってやろうと思いましたよ。もういやもう行かないとダメでしょみたいな。ここからでも向こうの手数かなり増えましたよね。そうでした。ガード固めて前に来るんで、はい、そうですよね。無理っていうか、もう正面打っちゃったら絶対無理なんで、はい、うわーっと。これでもガードの上からっすよね。いやまあ、あ、画面もらいました。吹き飛ばされた感じです。あー、うん、なるほど。これ待ってますもんね。そうです。めっちゃもう狙ったっすけどね。狙ってますよね。狙っていったっすけど、ここでボーンってやられて、はい、吹き飛ばされました。パンチが重かったっすか。マジ重かったっす。でここで終わりですよ。